お前に剣を教えた時にも言ったはずだ。我は全く生きる気力のない、切られることを待つだけの者には手を出さぬ。我が剣を抜くのは敵に対し、ケイリュウ、お前の教えを。この時を大事にすることだな。我が刹那の死を与えてやろう。700年前も我らはここで談笑し、競い合い、意気揚々と未来を思い描いた。あの時の数人の姿が未だ目に浮かぶ。まるで夕べ見た夢のように、あの日々がずっと続くと思っていた。先秋人の寿命がごとく長く永遠に。しかし夢は、いずれさ無双。